この番組はパワーウィズハート関西電力の提供でお送りします。こんにちは、どうもお世話になります。グッドチキビの山口と申します。どうもお世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。お願いいたします。息子さんの直近さんがドイツに音楽家で行ってらっしゃるということなんですけども、はい、何を演奏なさってるんですか？古い楽器です。リュートっていう。リュート、はい、僕初めて聞きました。うん、皆さんそうです。もともとリュートっていうその楽器の演奏者だったんですか？初めはギターしてたんです。ギターですか？途中でリュートの演奏を見て、はい、それでもうのぼせてしまって虜になっちゃったわけですね。虜になっちゃった。リュートの今どうですか？心配とかこう気になることっていうのありますか？今はそのやっぱりこの間の結婚式。あ、結婚されたんですか？はい、最近。最近、はい。じゃあお母さんは出席とかは行けなかったから余計早く。なるほど。じゃあそういう生活もどういう生活されてるだろうっていう、うん、とこですかね。そういうのがいっぱい見たいところが。わかりました。お待たせしました。直近さん、ドイツです。ドイツで音楽家として奮闘する直近さんへお母さんの思いを届ける旅は、距離にしておよそ9300キロ、12時間。ドイツ南西部、フランスとの国境の町ザールブリュッケン。中世より交易の要所として栄えたザール川一帯には多くの教会が立ち並び、行く先々で時を知らせる鐘が鳴り響きます。そんな町の中心部、1900年に建てられ戦火を逃れたアパートの3階に直近さんの住まいがあります。あ、こういうのが見たかった。おはようございます。おはようございます。見たかった、こういうの。ようこそいらっしゃいます。どうぞ。わっ、おー、広いですね。ここは何の部屋ですか？ここがレッスン室になりますね。で、一応録音とかもここでしますけど。部屋にはいろんな種類の弦楽器が。中でも音楽家として彼が専門とする楽器が、一応これが、メインのリュートと言いますか。リュートってこれ、それがリュートですか？日本では珍しいですよね。やっぱりちょっと演奏が結構難しい楽器なんで、演奏を聴く機会はあんまりないと思いますけどね。まあ、折れ曲がったネックに張られた弦は22本。チューニングだけでも一苦労。多彩な表現が可能ですが、演奏のとても難しい楽器です。ヨーロッパでは楽器の女王とも呼ばれ、16世紀から18世紀にかけてピアノに代わる主要楽器だったというリュート。独特の形状は力学的にもとても理にかなったものなのだそうです。さらにリュートの祖先とも言うべき楽器がこちら。これがウードですね。このウードも直近さんの専門。5000年前にアラブで誕生したウードはシルクロードを渡り琵琶として日本に伝わったとされています。琵琶の原点。
繊細な音色のリュートに比べ力強い音も奏でることができるウードはアラブ諸国で今もなおポピュラーな楽器として愛され続けています。同じ形の楽器でも響きが全然違いますよ、リュートと、なんて言うんでしょうね、もっといろんなことを表現したいのにこの時代の音楽だけではそれができなかったんですね。その当時の楽曲以上にもっと表現できることがあるはず。直親さんは独自の音楽を作ろうと自ら作曲もし、これまで7枚のアルバムをリリースしました。そんな直親さんを公私ともに支えるのが、サリュー、こちらがエリザベートです。エリザベートさん、あ、モサ、こんにちは。あ、こんにちは隣町フランス出身のエリザベートさん、10歳年下の42歳。エリザベートさんは普段は何なんですか？ダンサーとしても活動している彼女と交際を始めて8年、まもなくビッグイベントを控えています。いや、今度この土曜日に、明後日ですね、土曜日に、結婚するんですけど、はい、おめでとうございます。どうも。平日はドイツの直親さんの家、週末はフランスのエリザベートさんの家とお互いの家を行き来しています。この日はエリザベートさんの運転で郊外へ。数分ほど走ると国境を越えてフランスに。そんな近いですね、フランスね。やってきたのはアルザス地方ストラスブール、自然豊かな田舎町です。ドアが開いた途端弾ける笑い声。さて、ここに来た目的は。めっちゃかっこいいなこれ。実はこれ直親さんの曲のプロモーションビデオ撮影。カメラはエリザベートさんが回します。幻想的な曲調が多いため自然の中にこだわって撮影されています。めちゃめちゃかっこいい。映像の編集も自分たちで行い、ネットで配信。著名な音楽家たちにも高く評価され重要な収入源となっています。かっこいいな。さらにこんなことも。自宅でアルゼンチンタンゴの教室も開いている直親さん。でも音楽家なのにどうしてダンスを。リハビリにすごい役に立ったんですよね。すごい助かりましたね、本当に。リハビリ、ダンスを始めたのはリハビリのためだという直親さん。そもそも音楽に興味を持ったのは幼い頃。15歳でリュートの存在を知り、すぐに心を奪われ22歳で単身ドイツへ留学。その2年後にはオランダ王立音楽学院に転校し古典楽器を研究。28歳で卒業し、音楽家として希望あふれる門出を迎えます。しかし、その矢先、平衡感覚がなくなってしまったんです。その三半規管の、での情報が脳に伝わらなくなってしまって、結局演奏活動はやめなくちゃいけなくて。パワービズハート。22歳でドイツに渡った直親さん。
28歳で音楽家として歩み出そうとしたその矢先、平行感覚がなくなってしまったんです。その三半規管の、での情報があの脳に伝わらなくなってしまって、結局あの演奏活動はやめなくちゃいけなくて、病に倒れ2年間ほぼ寝たきり状態に。なんと10年以上もの間音楽が一切できず、絶望の毎日だったといいます。日本に戻ってきてしまうと、音楽家として特に流動奏者としてそのクラシックの音楽でやっていくのが非常に難しいと。なんとか直してやろうと。異国での苦悩の10年間、それを支えたのは、それは母ですね。あ、国際電話であの話して、でそこそこ聞いてもらうようにしましたね。息子の夢を信じる母のために、早く音楽ができるようになりたい。諦めることなくリハビリを続け、その一環で始めたタンゴのおかげで、38歳の時10年ぶりに見事音楽家として復帰。そのダンスで出会ったのがエリザベートさんでした。直親さんのリハビリに嫌な顔一つせず付き合ってくれたといいます。ゆっくりと時間をかけて愛を育んでいった二人。Es war nicht die Liebe auf den ersten Blick. Und er hat viel Geduld gebraucht mit mir, sehr viel. ゆっくりと愛を育んだ二人。この教会で挙式します。数ヶ月前から準備を進めてきた二人。フランスでは新郎新婦自ら挙式・披露宴を手掛けるのが一般的だそうで、式場の手配、披露宴会場の設営、メニュー表や手土産に至るまで手作りで招待客をもてなします。素敵。エリザベート、Sie haben auch Zwetschge mitgebracht. Echte? Wo sind die? So ein bisschen, aber... Wo denn? Ich versuche einfach, dass das so irgendwie hier ist, aber ich verstehe. Wir müssen auch... Kann man essen? Nein, das ist ganz hart. Echt? Ah, da sind sie am besten. Nein. Ei, das fällt ja eh runter. Ja, okay, ja. Ja, genau. Arigato. Mm. C'est comme ça qu'elles sont bonnes. Echt? Hm? あ、本当だ、もう甘いんだ。結婚前夜にもかかわらず深夜まで作業を続ける2人。いよいよ明日は結婚式本番。どんなセレモニーになるのでしょうか。あ、そうですか。直親さんの住んでらっしゃるとこっていうのは初めて。だからこういうのが見たかったわね。ねえ、カズも初めて見るこの顔、うん、ねえ。でもその体についてちょっとこうね、やっぱりそのリハビリっていうのは僕ちょっとびっくりしたんで、ご自身でもやっぱりその時に一番心の支えになったのはお母さんだっていうふうにおっしゃってましたけど、聞くだけです、うん、言いたいことをね、あの言わせて聞いて返事はしてて、もうね、びっくりすることばっかりで。直親さんにとっても辛かったんでしょうけど、うん、やっぱお母さんにすごくこう助けられたというか、うん、奥様も素敵な方ですね。ねえ、エリザベートさんね。うん。あのお母さんが楽しみにしている結婚式の映像が、であのお届け物をさせていただいてるとこ、また引き続きご覧いただきたいと思いますんで、見てみましょうかね。はい。はい、楽しみにしてます。もう一度ドイツ行ってみましょう。結婚式当日。
Hallo. Oh, qui est là? Kennst du es wieder? Ah, das ist so wirklich super schön geworden. Ja. Eine Runde. Oh. Ah, das ist super geworden, echt. Ja. Magst du mich? Ich werde überlegen. Ja. 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 Well? Ja. 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 まずは新婦が住む隣町フランスの市役所へ。ここで入籍します。エリザベートさんのお母さんとお兄さんも駆けつけてくれました。J'ai oublié les bagues. J'ai dû revenir. J'ai dû retourner à Stia. Je te donne la mienne. Non, elles sont là-dedans. Je crois vraiment que c'est fait quand je te laisse. Non, non. Elles me ressemblent, hein.フランスでは市役所に婚姻の間があり、そこが日本でいう契りを結ぶ場所。セレモニーを取り行うのは市長さんです。ここにみんな家族来るんですね、入籍の時。誓いの言葉、そして指輪の交換もここで行うのがフランス流。Pas de bisous. Non, faut faire un bisou. Ah bah oui, hein. C'est logique. Bravo. Harete, 夫婦になった二人は教会へ。いよいよ準備を重ねてきた挙式、披露宴が始まります。大勢の音楽仲間が祝福に駆けつけてくれました。これ渋いな、生演奏。実は直近さん、この日のためにとっておきの演奏を準備していました。この式に出席できない日本の母を思い作った曲です。見えない闘病生活の中、あなたなら大丈夫と励ましてくれた母。ずっと言葉にできなかった思いを音に託しました。生涯の伴侶を得て新たな一歩を踏み出した直近さん。日本のお母さんから届け物です。届け物は着物。55年前、お母さんが結納の時に一度だけ袖を通したものです。Das ist eine Ehre, dass sie es getragen hat. Das war sehr schönes. Trotz die Kilometer, das miterleben kann. Und das war für uns beiden auch sehr schön, das zu wissen, dass sie